初展開、カズヤ氏やゆコメントを華麗にする何があったのか、二度目の展開、カズヤ氏やゆコメントを華麗にする何があったのか、あたりでご紹介した通り、最近の GX では青山やゆコメントがあってもスルーすることが多かったです。選挙もないし、しばらくそれが続くのかなと思っていたところ、突然やゆが再開されました。11月2日前半、カズヤの意味深な話。先週、常念さんが来てくれまして、動画も撮ってですね、生放送もやり、なかなかエキサイトな、はい、エキサイティングな回になりましたけれども、あの後もね、飲み会に行きまして、2軒行って、結構もう、オフザレコードな話が、はっはっは。ふふ、全く、オフザレコードでしたね。クックック、オフザレコードの、まあ今後もいろいろな展開が楽しみになったなと。とのことです。生放送開始早々、オフザレコードネタが展開されました。飲み会の中でいろいろな話を聞けたということのようです。2件も行ったということで結構な盛り上がりだったようですね。こういう点で言えば、ガーシーが国会に来なくても別に療養してる人もいるわけだから、選挙で勝てばいいって形の話にもなっちゃいますね。はい。結局、国会とは何なのかっていうのを今一度考える時期に来てるのかなというのは思いますよね。国会議員どれだけの人数が必要なのかとか、どういうあり方が理想なのかっていうのは常に考えていかなければいけないのかなと思いますし、ただガーシーあれも止められないですからね。帰ってこいっつったって帰ってこないし、うん。だから国会議員って意外と出席してないっていう事実もあってね、ずっと入院してる人もいるし、割と来てないっていう人もいるし、ガーシーにしたって、今回の水道橋博士にしたって、目立つ人だから批判というか賛否両論あるのであって、結構目立たない人いますからね。そう、目立たないし、ずっと寝てる人もいるし、あと一回も発言してないし、質問してないっていう人もいるんで、やっぱそれ考えたら別にいいっていう感じは僕は思いますね。はい。そうですね。リモートを導入するとかいうのも当然考えなければいけないですし、そもそも議員が全部あれ、国会出る必要あんのかっていうのもありますし、だからまあ、秘書が行きゃいいじゃんっていうのもありますし、いやだって、議員ってそんな万能に何でも学べるわけないじゃないですか。そう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 。だから全部できるわけでもないし、本当にね。あとまあずっとね、ほら吹いてるだけの議員もいますからね。ほら、まああと、ガヤ。ガヤ？ガヤとかほらとか、あっはっは。そうそうそう、いろいろ個性があってね。とのことです。水道橋博士療養、ガーシーも OK、ホラ福議員と同列という理論のようです。病気で出たくても出られない水道橋博士とガーシー氏を比べるのは全然違うと思いますけどね。ガーシー氏を認めたら極端な話、国会議員全員海外へ行って、全員が秘書を出席させることも可能です。秘書しか参加しない国会が開催されたら不気味だと思いますけどね。また、カズヤ氏は青山議員の話は真偽不明、確認しようがない話と批判していますが、ガーシー氏の話もスクショなどの本物かわからない、確認しようがない話が多いように思います。詐欺の件はお金を返したと言いますが、万引きした後商品を返品したからといって罪が消えるわけではありません。万引きしたけど後で返した、これは犯罪、逮捕されない、窃盗の未遂、既遂について解説。万引きの既遂、未遂を考えるにあたり、まずは、魔が差してポケットに商品を入れてしまい、正気に戻って慌てて棚に戻したといった場合を考えてみましょう。窃盗罪は成立、不成立、成立だとして未遂、既遂。果たしてポケットに商品を入れて棚に返すのは窃盗罪に当たるのでしょうか。また窃盗成立だとしたら未遂扱いになるのでしょうか。結論から言うと、これは窃盗罪に当たり、しかも未遂ではなく既遂扱いになります。とのことです。擁護するのは和也氏の勝手ですが、詐欺の逃亡犯とされる方と水道橋博士や青山議員を同列にしても相対化はされないと思いますけどね。ケンカー君はいつまでたっても素人レベルだから、誰かを取り上げても対等になれないと思うよ。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。